はいいいですかね、やっていきましょう、60分の時間ですね、よろしくお願いします。あのアーカイブもあると思いますので、なかなか聞き取りづらかったよとかっていう方とか、ですね資料も配布されるって聞いてますんで、頑張って写真撮るとか、ですねやんなくても大丈夫です。で、今回、とはいえです、ね、一方的に私からお話しして、へえ、なんかいい話聞いたなっていうインプットだけじゃなくて、みんなで一緒になってこの場を作っていきたいなっていうふうに考えてます。ですので、皆さん、今、スマホを出してください。会場にいる方、は皆さん、スマホを出してください。はいででこの QR 読むとですね スライドって言ってたようなページに飛びますはいなんでかというとこのあと質疑応答の時間も取りますその時に皆さん質問ある人って言ってもですねどうせ皆さん手を挙げてくれないんですよ知ってますので皆さんが気軽にコメントをかけるように匿名,のえ匿名のツイッターみたいな形でこういうですねスライドっていうのを使っていきますここで気軽に感想とか疑問点とか匿名でもかけますしもちろん名前書いていただいても大丈夫です のでいやちょっとよく分からんとかあまさにそう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 なんだわとかいやめっちゃ分かるんですけど,どうし上司がなかなかどうしたらいいんですかとかいろんな疑問点が出てくると思います。そこれをですね後半のセッションというかみんなでこの場にいる皆さん、まあ、オンラインで聞いている方もいらっしゃるかもしれないんですけど一緒になって作っていきたいなと思っておりますあと聞いて終わりじゃなくて今、アクションを決めましょう何でもいいです。質問を書く チャットに感想を書くでもいいですし、まあ私にあのヒルタさんありがとうございましたっていうお礼でもいいですし、今日ツイッターとかフェイスブックとか SNS にいや今日こういうところ行ってきたんだ、こういうことを学びと気づきていましたこうとかですね、そういうことをどん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 発信するっていうアクションを今皆さん一人ずつ決めてくださいいいですかはいぜひアクションにつなげていきましょうでえっ、ー、と Q&A もう一回言いますよこれやっていきましょうねはいじゃあやっていきますよろしくお願いいたしますはいでまずアイスブレイクです。 アイイスブレイクです。皆さんどこ出身ですかっていうので、えー、京都府内だよっていう方はグーを関西圏だよって方はチョキをそれ以外僕三重県の志摩市出身なんですけどそれ以外私みたいなはそれ以外の方はパーを出身ですせーのって言うんで決めてくださいあの手を挙げてくださいねえー、なんか生まれがここでなんかっていう人もいるかもしれないですけど決めてください大丈夫ですアイスブレイクですじゃあ行きますよ321はい。 それで周りを見回してください、周りを見回してください今日どういう方がいるかなっていうのを周りを見回してください、結構京都出身、パーが少ないですね、やっぱり京都出身の方が多いですね、はいこういう方がいますねと、もう1個アイスブレイクです、はい今何年目ですか、あの公務員になってでも社会人になってでも大丈夫です、アイスブレイクなんで、はい若手だよ、1年目から4年目だよって方はグーを、えー、中堅だよっていう方はチョキを、それ以上ですっていう方はパーです、いいですか。 いいきますよ 3, 2, はい、それで周りを見回してくださいどういう方がいるかなって結構若手中堅が多いです、ねはいいいでですすねねは若手中堅の方々がいらっしゃるので今日いろんな多様な方々が参加してくれてますですのでいろんなバックボーンいろんな学びと気づきっていうのをみんなでシェアするひるトさんの話聞いてよかったなじゃなくてみんなでこういう気づきと学びをスライド等々を通してシェアしていくことによってより深い学びという風につなげていきたいなっていう風に考えてます。はい それもデジタルの力だとも思っていますはいまずじゃあ自己紹介です長くなりましたけどねこっからこっからですこっからです大丈夫ですちゃんとやりますはい昼田光一郎ですもともと愛知県の岡崎市役所の公務員でしたで、今はですね民間の立場で官民連携の促進といったことをやっておりますで、公務員時代にプライベートで空き店舗を借りてですねここやるっていうのをやって、えー、まあ、ホーブズのですね日本を現金する88人に選んでいただいたりだとか えー、ホルグっていうですね地方公務員アワードの地方公務員が選ぶ本当にすごいと思う公務員とかですね選んでいただきましたので、えー、元スーパー公務員ですって言っちゃいますはいそんな人ですはい、えー、あぜひつながってくださいねぜひ TR につながってくださいで、えー、ここからみんなで作る場だと思ってるんですけどアクションにつなげるってこともありますんで今から1分自分と向き公演などに1分こんな時間を取りますはい60分のうちの貴重な1分を皆さんにお返しします今日 この部屋を出るときにあなたはどんな自分になっていたいですかこれをスマホでも紙でもいいんで書いてください。あとで当てることもしないし隣の人とシェアしてくださいということもしません。自分と向き合う1分間です。じゃあ今から1分はりますね。でもなんか頭に思うとかっていうのはやめてください。何かに書いてください。腕組みしてる人もぜひですね、携帯に書いてくださいね。はい。今日この部屋を出るときにあなたは、 どんな自分になっていきたいですか。何でも大丈夫です。誰かにシェアしてくださいということもやりません。自分と向き合う一分間です。今日この部屋を出るときに、あなたは。どんな自分になっていたいですか。はい。今三十秒ぐらいです。あと三十秒ぐらいですね。はい、何でも大丈夫ですよ。自分と向き合う一分間です。今日この部屋を出るときに。まあ、この会場を出るときに、あなたはどんな自分になっていたいですか。 はいはいあと十五秒ぐらいですねはい一分経ちましたじゃあやっていきましょうよろしくお願いしますはい改めてですスライドぜひあのまだ読んでないよって方はですねスライドと読んでください こんな感じでどんどんチョキとかいろいろ書いてくれてるんであ,のありがとうございます、はい、そんな感じで気軽に使ってみてくださいあの随時携帯触りながらあの話聞いていただければ大丈夫なんで、はい、あの携帯出しておいてくださいね、はい、で気付いた点をすぐその場で書いていってください、はい、じゃあやっていきますでちょっと先に弊社のご紹介です良き前例を共に作るっていったことを会社として大事にしておりますので公共と経済性両方を大事にしながら、えー、プロジェクトを進めています大きく3つ こういったものですね良き前例を作っていく、官民人材を育成する、そして自治体の皆さんと一緒になって走ってくれる伴走企業をご紹介する、主にこうした3つをやっております。2つ前のセッションで、谷さんが、今内閣府ですね、内閣府の谷さんが SDGs プラットフォームといった話もされていたかと思いますけれども、そこにも一緒になって参画させていただきながら、一緒にプロジェクト促進であったりだとか、官民連携の促進を国としてもご一緒させていただいております。まあいごろいろごちゃごちゃゃ書いてあるんですけど、えーっと いろいろやってますという中で自治体からはお金を基本的には取らずに皆さんの困りごとといったものを聞いております企業コンサルとして皆さんと一緒になってプロジェクトを進めていますただ代理営業というわけではなくてですね実証実験をやってみたい実証フィールドを貸してほしいんだそんな企業さんのお手伝いをさせていただいておりますはいまあいろんな壁ありますよねここの壁を突破するっていう通訳者みたいなことをやってますはい まあいろんな自治体さんんなさと組んでまますすすねねとかです、ねまあ、この辺はサクッといきますで、はい、今日聞いてくれてる方公務員の方が多いと思うので、えー、公務員向けにお話をします我々もともと私も愛知県の岡崎市役所の公務員だったからっていうのもあるんですけど同じ立場で聞いてくださいって喋りますし聞いてくださいはいで私は公務員ってエンジニアだと思ってます皆さんの中でも、えー、とプログラミングができなきゃエンジニアじゃないんだとかですねいや私ちょっと スマホは触れるけどパソコン苦手ですっていう方もいらっしゃると思うんですけど公務員は僕はエンジニアだと思ってますなぜならば語源がそうだからです民衆のために働きアイデアを出し構造化する人材っていうのがエンジニアの語源ですですので公務員はそもそもエンジニアなんです社会を作っていくエンジニアですのでまさにこういった軽犯なシティスマートシティといったところのも、えー、うってつけの人材だなっていうふうにも思ってますで今日大きく3つです 割と抽象的なこと精神論的なことに聞こえるかもしれないけど今日皆さんにお伝えしたいこととしてはこの3つです。えー、皆さんがです、ね、10年後いろんな自治体の方々が今日参加してくださっていますが自分の言葉で10年後私はこの町をこういうふうにしたいんだっていうことが言えているとかですね助けてくださいっていうことをちゃんと言えるであったりだとか競争共に作る競争の実現に向けてちっちゃなアクションを動かしていけるこ,この3つをポイントとして捉えていく。 もらえればなと思いますしここを中心にしてお伝えできればなというふうに考えていますはい、まず一歩目なんですけど皆さんどんな街にしたいですかっていうのを自分の言葉で言えますかっていうところですこれは総合計画に書いてあるの丸暗記してます人と緑が水道の河ので生き生きと住みやすい街とかではなくて皆さんが各部署にいたりだとか公務員になりたいと思ったときにこういう街をしたいまあ、くじこじで楽したい公務員もいると思うんですけど こんな街にしたいんだっていうようなことを自分の言葉で部長がこう言うからとかじゃなくて市長がこう言ってるからじゃなくて10年後私こんな街にしたいですって言える人っていうところですはいまずここで手上がらないっていうのがマジドキドキするはいまず言えるようにやりましょうなぜならば言えないって割と辛いです何でかっていう説明をしていきます、えー、テクノロジーって言葉がありますよねそもそもテクノロジーって何だっけって言った時にはい皆さん道路進んでました ししたたら大きい岩が現れましたどうしますか?」って言った時にこの岩をどうするかって言った時素手で殴って壊します20年かかるけどなのかハンマー使って、えー、と3日ぐらいかけて岩を壊しますなのかユンボを使いますかチャットツール使いますかメール使いますかみたいな話とかと一緒ですのでテクノロジーってそもそもどうしたいか ということを便利に、えー、明確にしないと意味がないこの岩をどかして先に進みたいっていう明確な目標がないと岩があるなって思って終わっちゃうので、えー、ここの岩ですねどどうしますかただのテクノロジーって便利なものただのツールなのでどんな街にしたいのかどこに進みたいのかっていうことがないとユンボを使おうが素手で殴ろうが何なんだっけっていう風うになっちゃうってことですね でもそうするとユンボを使うためには当然、ユンボ代だとかテクノロジーも必要だあのテクノロジーなんで技術も必要になってきます。時間使いますか、お金使いますかっていう話ですね。ので明確に先に進みたいんだこの道をまっすぐ行きたいんだっていうようなことをですね皆さん自分の言葉で言えるようになっていく必要があるということです。これはまあ目標を作りましょうよビジョンまあビジョンって言い方でもいいんですけど一緒になって北極星を目指すっていうようなことでも僕は結構好きな表現です。 ただ、ですね民間と一緒になってやっていくっていう中で行政職員だけで頑張るというのはもう結構、限界がきてます。まあ、皆さん、公務員なんでよく感じていると思います。人口減少だとか税収も減ってるしもう大変じゃんみたいなところだと思うんで一緒になって目指す先ってどこなんだっけっていうことを明確に打ち出していく必要があります今日いいろろんんんなな企業ささがいろんな技術を紹介されてます。 けどそれもこういう街にしたいこういうようなことに困ってるっていうことを思わないとへえんかすごい技術だなあなんかすごいなかっこいいなで終わっちゃうので是非是非緒にななってて北極星ををを目指すすこととと意識しいいただければなと思いますぜひ競争を実現もに作る競争民間との連携を実現するためには自分自身の言葉で皆さんが企業の人たちとコミュニケーションをとるので部長が相手をするわけじゃない市長が企業の方とコミュニケーションをとるわけじゃありません。 皆さんが私はこんな街にしたいんですで今はできてないけど5年後10年後こういう街にしていきたいんで力貸してくださいっていうようなこんな街にしたいっていうのをぜひぜひ自分の言葉で説明できるようになっていただければなっていうのが一つのポイントですでここはですね DX、まあ、デジタルトランスフォーメーションが正しいですよねけどこうデジタルって言葉に騙されないでください。うん って言いい方をししちゃうと怒られれるかもしれないですけどデジタルっていう言葉に騙されすぎです。DX の本質はどこかって言ったらトランンスフォーメーメションです自治体の窓口に人が並ばないようにしたいから、えー、っと窓口の行列を並んでる人たちがリラックスできるようにコーヒーを配るじゃないじゃないですかそもそも市役所の窓口になんで来なきゃいけないんだっけわざわざ時間かけて面倒くさいし平日の日中に。 行動をトランスフォーメーションする変革していくってことが DX の本質ですたまたまそれのツールがさっきの素手なのかハンマーなのかユンボなのかっていうだけでデジタルはおまけただのツールですそもそもどうしたいんだっけそもそも窓口に並ばすってことがおかしいんじゃないのそもそも行政手続きこんなやらなきゃいけないってめんどくさくね みたいいなことっていうトランス、まあ、言葉が当たってるかどうかあれですよの DX って言ったときにデジタルに重きを置くんじゃなくてトランスフォーメーションに重きを置くっていうことをしっかりと意識するっていうことがまずは皆さん、まあ、ここは民間も含めてですけども DX を進めていく上ではすごくすごくすごく重要になってくるっていうふうに信じていますので、まあ、DX でしかも小文字の D にしてるのにも理由がありますちっちゃく始めるっていうことですいきなり数億かけてデジタル入れましたこういう取り組みやりましょう変革しましょう 行動様式変えましょうって言ってもなかなか難しいじゃないですかまずできる一歩目であったりだとかちょっとちっちゃく始めてみるスモールドゥーから始めるっていうような意識っていうのを持ってみると結果として変革につながっていくっていうふうに信じていますはいそれは何かというと筋トレと一緒ですはい皆さん1 0 0のバーベルってなかなか持てないじゃないですか持ってるって人もいると思うんですけど最初持てなかったですよねはいだんだんとまあ官民連携であったりだとか変革に向けての筋力をつけていくっていう必要があります そのためにはいきなり百キロのバブルなんか上がらないんですよ。少しずつ五キロ、十キロ、二十キロみたいな形で自分の体に合わせて変革をスモールズーから行っていくってことが必要です。はい、まあいろんな問題あるじゃないですか。超問題ある、いっぱいある、めちゃくちゃあります。大変です。世の中大変。で、そこで一つの目標として国連が SDGs 二千三十年までにこういう目標値として勘どころとしてこういう目標を一旦やってみましょうよっていう目標を設定しました。で、皆さんき まあ答え出しちゃってますけど企業は誰のものか今日たくさんの企業がいますたくさんの企業がいる中で企業は誰のものか株主っていう方もいるかもしれないですけど企業は社会のものです社会貢献をそもそも誰かの負を解消するっていうのが企業の本質なのでいろんな取り組みがありますはい。この手続きめんどくせえなと思ったので一元化する統合ポータルサービスを提供してみたりだとか 誰かと連絡したいなと思ったのでスマホっていうのが開発されたり、まあ、携帯スマホができたりだとかっていうので企業っていうのは存在してるだけで、えー、社会貢献になってますそうした企業の方々と一緒にやっていくただ企業今もう負が見つけれませんもうあの皆さんもう便利じゃないですか日本、まあ、ウクライナロシア問題とかいろいろあるんですけどコロナもあるんですけど基本的には豊かですみんな基本困ってませんのでけど企業としてはその負の解消をやっていかなければならないじゃあこの負ってどこにあるんだっけっていうと 日本もっとと言うと地域です超課題先進国日本だからこそ今しかできない最高の課題がここにあるっていうふうなことを皆さんはぜひ強く強く意識してくださいうちの街めちゃくちゃくしんどいんだわじゃなくてそこは企業の方にギフトできる企業の方のビジネスの種として提供できるめちゃくちゃビジネスチャンスですそこが地域課題イコール行政課題 でもあります行政組織の課題ということもあれば地域の課題ということもありますけどもそこを民間企業の単なるソリューションで解決するってわけじゃなくてノウハウであったりだとか強みっていったもので一緒になって解決していきましょうということが競争であったりだとか官民連携の本質かなというふうにも考えてます、はい、では地域課題を解決するために、まあ、私たち皆さん、まあ、僕も含めてですね元公務員なんで私たち公務員に何ができるかということを 自問ししててみましょうって話でですすね、はい、ここからそんな感じです、はい、で公務員ってめちゃくちゃ僕この条文めちゃくちゃ好きなんですけど、はい、あの地方自治法に公務員の目的って明確に書かれてるんですよ。地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本と,すること,基本として地域における行政を自主的かつ総合的に実質的に広く用意するっていうことなんでつまり住民のためになるんだったら何やってもいいですよって法律が保担保してくれてるわけなんです。 わかりますだから何やってもいいんですよ、本質的には。上司が言ってるとか、前例あるのかとかっていうのは、一旦置いといて、法律が、いいですか、皆さんが大好きな前例というか、法律が根拠文が、法律に、地方自治法第1条の2で明確に謳われてます。だからこそ、上司が言ってる、議会が言ってる、市長がどうのこうの、前例がないじゃなくて、そもそも法律で目的が規定されてるからこそ、私たち公務員は、 住民のことを考えて住民に向き合って上司とか議会を向くんじゃなくて住民のために働くってことができてきます。でこれ内閣府だったかな経産省かな経産省が2016年に作った資料ですけど、まあ、このままいくとやばいですって国がもう出してます。国がですよこん,な国がこんな資料出してるんですよやばいじゃないですか2016年の時点ででまあ皆さんの方が詳しいですけど、まあ、やばいですよねみたいなだからソサイティー5.0やりましょうとかって話なんですけどはいもういろんな課題ニーズ 高度に多様化しした社会課題というののが山積してますこの関西圏もそうですし、京都もそうですし、きっとこういった京阪なの企業、こういったところに出てくる企業たちも、ここをなんとかしたいと思っている方々がきっと多いはず、ただこれを行政だけで解決していこうというのはもう無理です、はい、なぜならば、皆さんご承知のお気のように、人口減少であったりだとか、財政難によって新しいことをやろうとしても財産、予算がありません、人員も少ないです。えー 一人ずつ病んで給食しててまますすっいいう状況があるかと思いますそこを何とかしていかなきゃいけないじゃあでも繰り返しますけど地方自治法1の2に定められているように住民の福祉のために何やってもいい中で何やっていくんだっけっていうことを問い続けるそれは予算ないからできないじゃなくて民間とともに何かやるっていう使わない っていいう手法ももちろんあると思いますそれは一つ官民連携っていうものだったりだとか、まあ、自分たちで稼ぐみたいなことですね稼ぐまちづくりみたいな本も出されてますけどああいったものを参考にしていったりだとか、まあ、例えばふるさと納税企業版ふるさと納税も含めてですけどもそういったものを活用していく今日出られているような企業さんと一緒になって取り組みをしていく、まあ、そういったことが今後大事になってきますよね。こ、はい、ここからそののデジタル人材っっていうととろの話にもちょっと通じる部分ではありますが どういうふうにしていくか行政だけじゃできないということは民間と何かやらなきゃいけないじゃあその民間とどうやっていけばいいかっていう話をしていきますはいさっきも申し上げたように企業は社会のものです企業は社会のものなので自治体の課題を民間のビジネスチャンスとしてぜひシェアしてあげてくださいともに想像するっていうことですね例えば地域課題とそれだけだとちょっとなかなかしんどいと思うんですけど何かの追加要素であったりだとか かける SDGs かける ESG スコアかける X みたいなところでそれを掛け合わせることでビジネスチャンスにつながっていきますそこの価値と解決策を共に作るこれこそが競争だというふうに僕は信じています営業を受けてそれを言われた通りにやる使用書行政が作ってそ,れとそのと通りやってくださいっていうんじゃなくてそうした平成的な仕事の仕方ではなくていや今困ってるんですよこれ助けてくださいよこんな街にしたいですけど今僕らたちだけできないんですよ助けてください って言ったことをちゃんと言えていくっていうのがすごくすごく大事だというふうに信じています例えば飲酒運転みたいなことを何とか根絶していきたいよねみたいな話が出てきたときに自動運転で何とかするっていう方法ももちろんありますめちゃくちゃ罰則を厳しくするっていう方法もありますでもそこで一つのビジネスのアイディアとして今までアルコールを摂取していたっていう部分を例えばノンアルコールビールっていうのが、えー、作れるようになりましたってなればそれは一つの市場を新しく作ったりだったとか ビジネススチャンスにもつながっていくので皆さんの抱えている地域課題こういうことに困ってるんだ不満があるんだ何とかしなきゃいけないんだと思ってることは企業のビジネスチャンスになるんだっていう視点をですねぜひぜひ持っていただけるというのがいいのかなと思ってます。それがデジタルっていう発想なのかもしれないですしテクノロジーまあ便利なものって僕は訳してますけども便利なもの企業のソリューションノウハウナレッジそういったものがあテクノロジーとしても使っていけるんじゃないかなというふうにも信じてます。 はいまあ、絵にするとこんな感じですね。はいうでぜひですね皆さん自分自身の町の地域課題ステップワンとしては自分の町がどんな課題があるのかということをぜひ関心を持ってください単なる上司がこう言ってるからとか、えー、総合計画に書いてあるからとかじ,じゃなくて実際に自分,自,自分事としてお子さんがいる方であれば例えばですけども保育園に おむつ持っってていくってめんどくんさいじゃんなんで毎回毎回あんな名前毎日書かなきゃいけないんだとかそう,いった時にそういった時に疑問を持ってくださいそこも1つの課題だったりしますえ。そもそも持ち帰らなくていいんじゃないのみたいなことだとかですねそうした課題の深掘りだとかシェアしていくことによってそれって私もそれ困ってたんだわとか言われてみれば確かにそうだよねそもそも何で持ち帰らなきゃいけなかったんだっけ縁で処理してくれりゃいいじゃんみたいな発想にもつながっていくのでぜひ深掘りをしてですね課題解決策っていうのを一緒になって作っていきましょうと。 ので官民連携であったりだとか、僕自身は官民連携という言葉民間の力を活用していく、一緒になって共に作っていくということを強く信じてます、はい。これが官民連携プラットフォームにもつながっていくと思いますし、行政だけで何かをやるんじゃなくて、民間のと共にやっていく、そのためには行政として課題、実証の場、余震を与えつつ、企業からは解決役やノウハウ、ナレッジを共有していただくということが必要になってくるんだろうなって感じてます。はい でですので受発中の関係の前にまあ連携、競争、単純な包括連携協定で市長と社長が握手だけして何も起こってませんみたいなことが皆さんの街でもあると思いますそうじゃなくて実際に何かをアクションを進めていくということを自治体側でいうとね官民連携こういういいあれじゃないですかメリットがあるなというのはある想像がつくと思うんですけどじゃあなんで企業がわざわざ自治体と組んでやってくれるのかというと。はい 企業としても ESG であったりだとか社会貢献度の高い商品へアップデートしていきたいということを強く強く思っています。ですのでレピテーションなんかあの会社いいよねだったりとかなんかあの取り組みっていいよねあの会社ってこういうことやってるよねっていう評判の向上であったりだとか実際に地域に入り込むことによって具体的なペルソナの課題,の課題を把握していける課題を深掘っていけるであったりだとか今はできないけども例えば自動運転だとか オンライン医療相相談談だとかあ相談もできます、ね、オンンライン医療診察だとか,なんかそういったことまだ法律上できないけども今後当たり前になるところを23年先にやっておくと実際にあ,あんな感じねっていうことで住民に受け入れられやすくなったりだとかああなんかそれやってたのってあの会社さんですよねみたいな感じでイメージに戦略になって市場を取れるっていうことを今企業さんはたくさんたくさん狙っていますですので単なる受発注の関係じゃなくて連携っていったことを やっていくそのためには何度も大事なことなんで言いますけど一緒になって北極星を目指すここを目指してるんだよねこんな街にしたいんだよねっていうことをちゃんと企業の方に伝えていく必要がありますなんかいい街なんかって何みたいなところをしっかりと減額するそれを <coughs> 間違っててもいいんで言ってみるで100回言うとだいたいブラッシュアップされますえそれってつまりどういうことなんですかみたいな地域が活性化してるってどういうことですかっていうことを言ってくれます はい、活性化って何みたいなあつまり活性化ってこういうことなんですよであったりだとかつまりこういうことなんですよっていったことをどん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 あの自分の言葉として言えるようになってきますだからこそ今日のポイントとしてお伝えした10年後こんな街にしたいんだっていうことを言えるそうじゃないと企業としても乗りづらいもっと言うと間違ったコンサルだとかうさんくさいコンサルだとかなんかそうしたしょうもない民間企業に平成昭和の頃に自治体が騙されたように。 ぐちゃぐちゃにされたように、そういったことがまた令和の時代でも起こってしまう。それはこんな街にしたいってことを明確に言えなかったからだとも思ってます。部長の責任とか市長の責任というよりは、担当として私はこんな街にしていきたい、2、3年で変わるかもしれないけれども、今の私の思いとしては、令和4年の今の思いとしてはこんな街にしていきたいんだっていうのを強く言ってあげるっていうことが必要だと信じてます。そして、助けてくださいと。私たち課題、こんなこと持ってます。これを僕たちだけじゃ解決できないんですよ。で予算もないんですよ。 で,人でも実は足りないんでですよでも何とかこの町をこういうふうにしたいんです助けてくださいっていうふうに言うと、えー、助けてくれる企業さんが現れますまずは声に出してみるっていうことがすごくすごく重要ですじゃないと皆さんがどんだけ困っているかっていうのは民間企業はわからないからですそしてさっき言った競争共に作る競争をスモールドゥーからちっちゃく始めてみるってことが、えー、すごく大事だなと思ってます、はい、ので理想の公務員像に近づくポイントとしても まあ、対等な立場で共に考えてちっちゃく始めるってことであったりだとかベストがあるわけじゃありません皆さん優秀なのでどっかに正解があるんじゃないかとか教科書に何か正解が書いてあるんじゃないかって思うかもしれないんですけど正解は、まあ、全部正解ですし正解がないって言い方もできますし、えー、いろんな言い方がありますのでベターがベストはないんですけどベターはあるんでそのベターをどん,どん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 試していきましょう。ななかなかその 一歩目が難しいよねって方もいると思いますで、ね、いやなんか契約化がさとか公平性がさとかってあると思うんですけど魔法の言葉があってですね実実証実験っていう魔法の言葉があるんですよこれ全部実証実験なんでっていうことで大丈夫ですこの年度内でとりあえず実証実験なんでこれ価値があるかどうか効果があるかどうかっていうのをまず試してみるんですそれでその後によかったら契約の事務に通してプロポーザルで3社なり4社なり5社なりから提案をもらおうと思っているのでまずこれがそもそも効果あるかどうかっていうのを実証実験したいんですっていうのを まあ首長だとかですね上司の方に提案していくっていう魔法の言葉がありますここをすごくすごくうまくやってるのがお膝元奈良県の三宅町です日本で2番目にちっちゃな町っていうことを森田町長が発せ言われてますけども日本で一番実証実験がしやすい町にするっていうことを森田町長がおっしゃられてますだからこそいろんな企業が今参画してきてまずちっちゃなトライアルっていうのをいっぱいいっぱい生み出していますそこからもちろん全部が全部芽が出たわけではありません 今育ててるっていうものもいっぱいありますし花が咲いたものもありますし三宅町では合わなかったよねといったものもありますけどもそのトライがなければ種をまかなければ花は咲かないのでその花,花を咲かすっていう一歩目を奈良県三宅町であったりだとかまあ奈良県生駒市もそうですね生駒市もすごくすごく頑張ってたりもしますはいそうしたことの一歩をやっていくまあ自治体としてそうしたそもそもさみたいな考えであったりだとかあ持つっていうのも大事ですけども勘違いしていただきたくないのが民間は さっきの正解がないって言ったのにも通じるんですけど、魔法の杖でも銀の弾丸でもありません、民間が言うから全部正しい、民間が言うからこれをやっておけばいいっていうわけではない、そこを民間は確かにすごいテクノロジーとか考え方を持ってるかもしれないけども、皆さんが一番地域のプロです、京都府清華町のことを一番知ってるのは清華町役場の方ですって僕は信じてます。はい 公務員は町のプロフェッショナルであるべきだと僕は信じているのでその町のことを一番知っているのはその町の公務員なのでそことの掛け合わせというのがすごくすごく大事ですあとはですね、まあ、行政の常識をできるだけ落ち着けないであげてくれると嬉しいなと思います、まあ、企業の方はですねあの営業しないでくださいとかあの社会課題の観点から捉えましょうみたいなこともあるんですけどこうした視点が実は大事だったりしますはいじゃあ一歩目どうするんだっけっていうとですね、まあ、こういった今日みたいなですね 京都スマートシティエキスポ2022みたいなイベントに来られている皆さんはもう半歩一歩とは言わないですが半歩踏み出してます大丈夫です半歩踏み出してますこういったイベントにどん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 参加するってことも大事ですしそこでいろんな企業の方にうちの町こういうことにしたいんですよこういう町にしたいんですよでもなんかここができて助けてほしいんですってどん,どん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 言ってみてくださいあとはですねあの先般関東計算局 中部経済産業局四国経産局九州産業局と一緒にやりましたけども、えー、ガバメントピッチみたいなですね、えー、うちの町ってこういう町にしたいんですでもこういうの困ってるんで助けてくださいみたいなこういったあ機会の創出の場っていうのにぜひぜひチャレンジしてみてくださいはいあの関東経産局ガバメントピッチとかヘルスケアガバメントピッチで検索していただけるとはい出てきますんでへえこんな感じのことやってたんだねっていうことが分かりますんでぜひこういったものもチャレンジしていただけるといいのかなと思います あとですねあのじゃあ官民さん、官民連携さんどういうことや他にやってるんですかっていうとまあ例えば、民間の副業人材の活用であったりとかですね今、アナザーワークスって会社さんが今全国の40都道府県と50自治体以上のところと一緒になって今、これを進めていますけどこうした民間の副業人材を力を借りるっていうのも1つの競争であったりとか DX 人材につながる1つだと思ってますトランンスフォーメーメションなんでデジタルっていうよりも もう一つは例えば子育てであったりとかフードロス対策さっきのところでも SDGs であったりとか脱炭素って話も今日されている方々もたくさんおられましたがそうしたことの取り組みっていうのもまあぜひご一緒できればなと思ってますし、まあ、さっきのオンライン医療相談とかですねそういったのだとか、はい、レセプトデータの分析とか生活習慣病の重症化予防とかですねなんかそういったのも専門家の勘と経験に頼るんじゃなくてちゃんとデータに基づいて 健康増進とかやっていきましょうっていうことが必要になってますこうした事例たくさんありますのでぜひぜひ民間の方とですね組んでいく、まあ、どうやって目利きすればいいんだっていう時は、まあ、頼っていただければ結構なんですけどもあの実は思ったよりも民間はパブリックマインドを持っている企業さんたくさんありますのでぜひぜひそうした企業さんと、えー、取り組みを進めていっていただければなというふうに考えてますま、はい、まとめますよ、はいえー、東北経産局がまとめてくれてますけどもあすごくいい資料ですこれあのぜひ見てみてくださいね、はい あのー、こいろんな壁があります、この壁を一緒になって突破するということが必要です、はい、この壁を突破するにあたっても、僕はこれは DX 人材にもつながると思ってますが、トランスフォーメーションですからね、デジタルトランスフォーメーションなんで、もっと言うと、ドゥトランスフォーメーションなので、今、公務員に求められているところとして、あの壁を突破していけるような人材になっていくで、その壁を突破するとして、一つの手法として、これが全部だとは言わません、一つの手法として、民間とともにやっていく、官民連携という手法があるというふうにも信じてます。 はいあまあ、企業側はこういうことですねので繰り返しますよ、繰り返します、今求められる公務員像としては、10年後、こんな街にしたいっていうのを自分の言葉でちゃんと言えるようになっている、それが変わってもいいです、1年前あ言ってたけどさ、蛭田君、なんか,なんか去年こんなこと言ってたけど、今言うこと変わってるじゃんみたいなこと言ってくる人もいます、でも大丈夫です、変わって、だなぜならば世の中が変わってるんで、3年前、皆さんがこんなにマスクしてると思いませんでした、コロナっていうのがなかったから。 でも3年後、マスクしないってどういうことって言われるじゃないですか、まあ、登壇者なんで外してますけど、周りでマスク外してたらちょっとおっと思うじゃないですかっていう形で、世の中はどん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 すごいスピードで変わっていってます。オンラインミーティングできると思ってなかったじゃないですか、5年前、自治体が。でも今、みんなできるじゃないですか、だからか言うことが変わってもいいんですよ、でも本質的な祈りと願いは変わらないはずです、それは住民福祉の向上、町のためになりたい、もっと住民を良くしたいっていうことだと僕は信じてます。そそししててれを助けてくださいっ,てしっかり企業の方々に言う 言って大丈夫です、批判されません。で、批判してくる上司の方々っていうのは、分いると思います。はい、いると思います。まあ、でも、しょうがないです。昭和、えー、と平成11年に、えー、地方一括文献法ができて、その時にようやくさっきの地方自治法第1条の2っていうのが制定されました、それまでは国の言うこと、県の言うことっていうのを従いなさいってなってきた上司はそのせ環境で育ってきてるんで、もうしょうがないんですよ、僕らが変えていくしかない。 この20年かけて少しずつ民間と共に民間に助けてください談合ではなくて連携としてやっていくという世の中を作っていくということが僕らだったらできるなぜならば我々公務員はルールメーカーだから行政を執行できる祭り事を行うことができるわけですわ、はい、ので競争の実現をただいきなりです、ね、そんな、ね、大きいことできません国家公務員でもないし政治家でもないし でも、我々は祭りごとを行うことができる行政職員の方が今日たくさん聞いてくださっているのでまずはちっちゃく始めるってことができるというふうにも信じています。はいですねね、はい、じゃあです、ね、という中でですね、えー、っとあこれこっから質疑応答なんですけどあと25分ありますのでなんかオンタイムできてますよ、大丈夫です。はい のでぜひですねスライドを使いながらあの声出していいよって方はですね手を挙げてあなんかもうスライドでチャット書くのめんどくさいんで声出していいですかって方は手を挙げて言っていただいてももちろん結構なんですけどスライドにですねぜひ投稿していただけると、えー、嬉しいですはいそれがですね、えー、あこれじゃないですね大丈夫ですこっちですかねはいこんな感じでですねはいこんな感じでですねこんな感じでですねはいあの <laughs> 出てますよね、はい、こんな感じであの表に出ますんでぜひ書いていただくと、えー、いいなと思います。で例えばもう書いてくれてる方いますけどあのグッドマーク押していただくとですね、えー、上に上がってくるようになってるんで、えー、ぜひ皆さん投稿しつつですね、えー、この質問いいなと思ったらグッドマークを押してあげてください。はい、で例えば、はい、でここからあの質疑応答なんであのどんどん書いてくださいっていう中でさっきのその 住んでて住んでよかったなと思われる地域にしたいですっていう中でじゃあ例えばその「助けてください」とか「こんな町にしたいです」っていう話をしていくとで住んでよかったってどういうことっていう深掘りが始まるわけですよ。住んでよかったって人それぞれじゃないですか僕愛知県の岡崎市の公務員だったんですけど岡崎市って花火が有名なんですよお。音川っていう大きな川があるんですけどでその川沿いで花火が打ち上げられます。えー 徳川家康公の時代からずっと花火やってるんですけども三河花火ってやつですねそこにマンションができましたマンションができ,るんですできたんですよで花火,花火がきれいに見れますよっていうマンションですで 100, 何十100年前200年前まあそんぐらい前からある花火大会に住民から花火がうるさくて眠れないとかですね花火の音がうるさくて赤ちゃんが起きちゃったんだけど花火止めてくれないかっていう電話がかかってきます観光課に。 それってその人にとっては岡崎市って超住みづらいんですよ年に1回ある花火大会うるさいから。<laughs> っていう感じになるんでその住んでみたい住んでてよかったでどんな町なんだっけっていうことをしっかりと,、えー、っと正解があるわけではないので皆さんの言葉の中でぜひやっていただく必要がありますじゃないと人によっては花火があってにぎわいがあって年に1回しかもこのマンションから見れるって超素敵じゃんみたいと思う方もいらっしゃいます。 けど赤ちゃんが起きちゃってさもう夜,勤夜勤明けでやこっから夜勤なのにさう,うるさくて寝られないんだわとか明日3時起きたのにうるさいんだわっていう人もいますとか何十万人って花火大会に来るんでもうなんかゴミ散らかしてきてもう鬱とうしいんだわとかとかねっていうのがあるんで住んで良かったと思われる町の住んで良かったってどういうことっていうのをぜひですねあの綺麗な言葉でまとめるんじゃなくてもっともっと分量が増えてもいいので。えー 定義していくっていうことが大事だなっていうふうにも思っております。はい。じゃあですね、質問がですね、いろいろ来てくれてると思うんで、あ、みんなで作る場所ですからね。はい。あの一方的な講演の場じゃないんですよ。みんなで作っていきたいんですよ。はい、えー。民間の副業人材の活用までの経路としてどのようなケースがありますでしょうか。はい。民間の副業人材の活用までの経路としてどのようなケースがありますでしょうか。はい。あのまあぜひご相談くださいっていうのがまず一つがありますけれども、えー、事例で紹介でいきます。えっと。 今、50自治体、アナザーワークスって会社さんと一緒に弊社やってるので、そこのご紹介になりますけれども、自治体からこういうこと困ってんだよねっていうので、それこそ一番最初が奈良県の三宅町でした。DX を進めていかなきゃいけないんだよね、広報 PR を力入れていきたいんだよね、それに合わせて人事だとか、内町内の組織っていうのもいい感じにアップデートしていきたいんだよねっていうようなまあ課題っていうか、テーマがありました。そのテーマを えー、宮城町の方からもらってですねじゃあそれに対して得意な方 DX について得意な方であったりだとか、えー、広報 PR、まあ、広報 PR も広いじゃないですか、えー、市民向けの広報 PR なのか市外の方に向けた広報 PR なのか市役所内の職員に向けた広報 PR なのかっていうので変わってくるのでそこら辺をしっかりとヒアリングしてじゃあそれだったらこういう人材がいいこういう人材に手伝ってもらえるといいですよねっていうことをしっかりと定義づけをして。えー まあ、アナザーワークさんと今4万人ぐらい大企業も含めて副業したいっていう方々がたくさん登録されてるのでその中からプロボの滝に借金発生せずに一緒になってまず実証実験としてやりましょうみたいなところで取り組みをスタートしてるんですけどもそこで公共と携わりたいふるさとのために奈良県のために三宅町のために公共というものに自分のスキルと知識を生かしていきたいって思った副業人材の方が たく100名近く応募してくれて実際に最後七名第1期は7名の方でスタートしていきましたそんな形でまずはそのこんな街にしたいんだとか実はこんな街にしたいんだけど DX を進めてもっともっと住民が住みやすい、まあさっきの住みやすいって何,何っていうそこも定義づけしていくんですけどあの住みやすい街にしていきたいんだっていう中でどういうふうにしてでもどういうふうにして進めてい,きたい行ったらいいかわからないんで助けてくださいっていう中でじゃあそれだったらこういう専門家っていうのに 手が挙げててくれるよううに募集をししいきましょうみたいな形で、えー、流れとしてはやっていきましたそんなケースとかですね、えー、ふるさと納税の魅力をもっともっと高めていろんな方に返礼品のを知ってもらいたいふるさと納税の返礼額を上げ、えー、寄付額を上げていきたいとかですね、えー、起業家が集まる街っていうふうにしていきたいけどどういうふうにして起業家アントレプレーナーの方々に広報を PR していけばいいか分からないマーケティングしていけばいいか分からない。 ので、えー、そこに対して、えー、一緒になって考えてくれるプロ人材の方であったりだとか、まあいろんなあのものがあるんで、えー、あなんか民間の力使ってみたいなとかですね、<music> DX 困ってんだよねとかってあればあの一旦言っていただければあのギ,ギブというかですね、情報共有できますんで言ってみてください。はい、こあこんな感じで大丈夫ですかね。あの追加でどんどん書いててもらって大丈夫です。はい、えー。はい。で助けてもらう先をどう見つければいいですかっていうのはあの。 いろんな方法があります、まあ、一つがこういう展示会に出る出てる企業さんにどんどん言っていくっていう部分、まあ、もちろん逆に営業されることも多分にあると思います営業じゃんみたいなただうちの商品売り込まれてきたやんみたいなこともあると思うんですけど一旦でも助けてって言ってみるっていうところですねこういう展示会に出るで二つ目としては、えー、これどこの事例が一番いいかな、はいえー、と茨城県常総市とかがそうなんですけど茨城県常総市を初めてですねそういったところに 民間提案制度ってていうのを求めてる自治体がありますテーマを決めて企業がこういうことを助けてくださいって言ったらあごめんなさい企業がこういうことをやりたいんですよって言った時にその窓口を作っている町もありますまあ茨城県常総市であったりとかまあ、えっ、ー、と一番有名なのはもしかしたら横浜市の競争推進室なのかもしれないんですけどそういったところで。 テーマを募集しているっていうことがあるのでそういった部署、窓口を作ってみる門が開いてるんですっていうことを見せていくっていうのが2つ目で3つ目としてはあのガバメントピッチでもお伝えしたように自分たちでそういう発表できる場プレゼンする場にバッターボックスに立ってみるっていうことが3つ目ですはい、4つ目としてですねはいちょっっと待ってください、ねはい、ねは大丈夫です4つ目として、まあ ちゃんと目利きができる人材の方、まあさっきの副業人材の方でもいいですし、まあ我々のようなある種コーディネーター役とですね、信頼できるコーディネーターどうやって探せばいいのっていう問題が出てくるかもしれないんですけど、そこのいい企業を見つけるためにいいコーディネーターを探すっていうことも一つです。いい人の後ろにはいい企業がいますし、いい人はいい人とつながっているので、まずはそのいい人を見つけていくっていうところですね。はい、その見つけ方難しいんですよっていうのはよくわかります。ただその見つけ方として。 9時5時で市役所に留まってるだけでははその人とは出会えません一歩踏み出すっていうところをやっていかないとなかなかそういう人とも面白がってくれないしなんか面白いよね一緒にやろうよひるちゃんだからこういうふうにやりたいんだよねとかって言ってもらえるような形っていうのを作っていくっていう組織として仕事する前に個人として仕事ができるような個人の魅力を増やしていくワーク・ライフ・バランスっていう言葉があるので。 強くは言えないですけれども、仕事と家を行ったり来たりするだけじゃなくて。例えばサードプレイスを持ってみる、別のコミュニティに所属してみる。っていうことがすごくすごく重要になってきてく、ま、るかなと思ってます。のでそうい、そういう場に出ていくと。あ、なんかあの人面白そう。とか、S. N. S. でつながってみる、まあ、ツイッターとかフェイスブックとかでつながってみて。なんかその人と一年半後に何か一緒に仕事ができるっていうふうにもなっていくかなと思ったので。どん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 外に出るっていうことを意識していただけるといいかなと思います。今日、皆さん何枚ぐらい名刺交換しました。 隣の人と名刺交換しましまた後ろの人と名刺交換してみましたっていうようなことでですねこれ終わった後に例えば、まあ、僕と名刺交換するでももちろん OK なんですけど周りの方々と名刺交換してあそうそううちもこういうの困ってんだよどうしてますとかですねそういう意見交換する場っていうのもぜひせっかくのいい機会なんでここにいる方々は、まあ、オンラインで聞いてくださってる方はなかなか難しいかもしれないんですけどもリアルにいる方は半歩踏み出して。 業務の時間有給使ってきている方もまあ公務員的に言うと年次休暇を使ってきている方もいるかもしれないんですけども、半歩踏み出して一歩踏み出してこの場に出てる方がいたくさんいらっしゃると思うので、ぜひですねそういう方々とつながるっていうのは助けてみる先としてもいいのかなと思いますね。はいはい、はい、ですかね。おこれでですね質問がですね途切れるとですね割と困るんですよので皆さんどんどん書いてください。はいいっぱい書いてくださいね。あでよくわからんとかですねそういうのも大丈夫です。はい。 そうですね、はい。あと15分もありますからね大丈夫です。ありますよねはい大丈夫ですよはいで例えばこういうまあなんかスライドの宣伝をするつもりはないんですけどもこういうのも一つのテ,テクノロジーとかデジタルみたいなところです。紙で手を挙げてくださいとかじゃなくてこういった場で基本的にはスマホを皆さん持っているのでちょっとしたこういった新しいツールを使ってみるっていうのも一つ、えー よく分からんとか初めて聞いたから怖いじゃなくて今日皆さんは今日そうですね50人ぐらい今この会場にいるのかなと思うんですけど50人はこれでスライドゥっていう存在を知りました使い方はわからないかもしれないけど存在は知りましたっていうことはあとは皆さんの高性能な電子辞書でですねスライドゥ使い方って検索するだけなんですよそうすれば使い方の動画であったりとかマニュアルあるんでこういうのを例えば住民説明会であったりだとかまあ 行政の施策説明会であったりだとか研修であったりだとかそういった場で使ってなかなかうちの社員って手上がらないんだよね失業応答来ないんだよねっていうんじゃなくてそもそもそういうのが来ないって努力しろよっていう話なんでこういうのを例えば使っっててあげるってことですねははい、はい蛭田さんはなぜ公務員を辞められたんですか。はいえー、っとですね 辞めるつもりなかったんですよ2020、2020年の3月末に公務員やってます、8年間公務員やってたんですけども、2016年の1月10日からここやるっていった空き店舗を借りて、ですねいろんな活動を開始しました、で2017年にさっき言ったように、ホーブズで地域日本を元気する88人とか、ですねすごい公務員とかですね、2018年に内閣府から地方創生アイデアコンテスト優秀賞とかですね、そういうのをいただきますで、いろんなインテリブをされて、もう超ちやほやされてるわけです。 公務員のぬるまいになながらチファイされてたわけなんですよでもそういうスタートアップの方々と会う中で「蛭田君さやってること面白いけどさ将来どうしたいの?」とさっきの「10年後この町をこうしたいんです」っていうのがなかなか言えないままでしたあの皆さんもだから難しいと思います難しいと思いながら言ってますよこれ。けどそんな中でこう自問自答してですね「俺はこういう町にしたい」とかもっと言うと日本をこういうふうにしていきたいっていうことを少しずつ言語化できるようになってきました。 でそういったスタートアップの方とか起業家の方に僕は岡崎市をこういう町にしたい僕で今で言うとみんながチャレンジできる町であったりだとか共に作る競争でお互いが強みを生かして助け合える町を作っていきたいんだみたいなことを言ってるんですけどあのもうちょっと長いんですけど、ね、本当はあの言っていくといやつまりどういうこと助け合えるって何強みってどういうことみたいなことを聞かれるわけですよ。 そこで、少しずつそこで言う僕が考えている強みっていうのはこうなんですけどっていうとえじゃあこういう人たちは無視するってこととかっていうのをめちゃくちゃ詰められるわけなんです <laughs>。っていうことで少しずつそこの言語化していった中であ自分がやりたいことはやっぱこういうことなんだろうなとか岡崎市だけじゃなくてもっともっと全国にいる熱量のある公務員の人たちと一緒に少しでも日本を良くしていきたいという思いもありますし少しずつ熱量を伝播させていきたいというところからチャレンジしてみたということもありますま。 えと弊社の代表の鷲見秀俊っていうのも来てるんですけどもその鷲見がですね全国の熱量のある首長とつながってたんですよねつながってるし全国の熱量のある経営者とつながってました今もつながってますそれで一緒に仕事します僕は全国の熱量のある公務員と全国の熱量のあるスタートアップの職員社員の方々とつながってるので現場と上流みたいなところで両方ともだったんでなんか現場だけじゃなくて上の方々とも一緒になって空中戦やってみるっていうのもやってみたいと思って一旦 一旦外に出てみましたもちろん今後、いろまあ、今もねあの官民連携事業研究所として自治体のサポートもあのお金を取らずに今やってますけども、のでぜひぜひどんどん頼っていただきたいですが、その中で行政職員の方々と共にやっているので、まあ、今やりたいことやれてるなっていうところですね。ので、なんか市役所っていうだけじゃなくてもっともっとやってみたいみたいなところのポジティブな理由でやめたっていうふうにも信じてます、はいでまた戻ればいいっててう,うにも考えてます。 それは戻り方って、まあ、経産省だと今リボリビングドアっていう言い方で一回民間に戻ってまた公務員になるっていう制度もあるんですけど、まあ、それがもっともっと当たり前にしていきたいよねっていうのもあるし、まあ、それは職員として戻るのか議員として戻るのか例えば特別職みたいな形で関わり方としてなんとかアドバイザーとして戻るのかっていう働き方立場は別々かもしれないんですけど公共には携わるっていうことはやり続けれるなっていうふうに信じているので。 何、えー、ていうの、公務員が嫌になって辞めましたとかですね。あの市役所が嫌になって辞めましたというよりはもうちょっとポジティブなあのもっともっと世の中良くしていきたいよねっていう思いで辞めてますね。はい、そんなあれです。はい。あ大丈夫ですか。こんなこんなあれですよ。はい。はい。公務員がアクションを起こす思い切ったことをやるには一、えー、箇所一つの部署での人材の対流が必要だと思います。三から五年で移動する人制度を変えることの広さん思いますか。はい。あいい質問ですね。人材人事移動ってめちゃくちゃ難しいですよねっていう。 僕も6年間企業誘致の部署産業振興の部署にいました最初3年企業誘致で2年後半の3年で商店街支援とか起業家支援っていうことをやってましたでその6年の間になんかすごい面白いよねっていう形でいろんな方々ら評価していた,だいたんですけど後半2年資産税化固定資産税を扱う部署に行きました全然合わないんですよ あの左に書いてあるのを右に写すだけっていう感じで思っちゃってもうマジで10万渡すから俺バイトにやらしたいってずっと言ってたんですけどあのっていいいうぐらい合わない仕事がありますで考え方としては、まあ、今考えると、まあ、今そこの知識が役に立っている部分も多分にあるのであの能力に合わない人事異動っていうのも確かにあるし。 けどそこをこの合わないからこそそこを任すあの伸ばしたいよねって考え方もまあ両方わかるよねっていうところがあるでこので個人的に思うのは子どもが言っている本当にプロ例えばだろうな、えー、学生を否定するつもりはないですけども学生が考える私、企画出すの得意なんですよ企画作るの好きなんです企画する仕事してみたいですっていう言葉を信じないってやつですね。 プロとしての仕事が企画屋さんじゃあ分かりましたじゃあ3日後までに企画20個出してこいっていうようなことを言った時にそんなできないですとかって言ってくる人たちいるじゃないですかそういう新入社員とかもそうですなんですけどその,プロにプロの仕事をさせないいっていうのはもったいないいななと思いまで部署移動とかでもそ例えば地域の地域のおじいちゃんおばあちゃんとめちゃくちゃ仲良くしててそこの地域のめちゃくちゃいいコミュニティやってんのに急に全く違う部署に移すってどういうこと みたいいなこととはあると思いますそこの地域住民の強みを生かせないということに移すってはもったいないなと思いますただ新入職員が入ってきて「私企画好きなんですよ企画やりたいんで企画行きたいです候補好きなんで候補 PR やりたいんです」って言った時にじゃあそれを優先させてあげた方がいいかっていうと僕は結構否定的ですそんだけそいつに能力があるのかっていうことを思っちゃうから <laughs> まあそこの能力の測り方は難しいんですけどですので、うん、と本当の本当の本当に本質的な何て言うかな企画が好きなんですとかじゃなくて。 あの本質的なな部分でその人の人強みを生かせるようなところ地域住民とちゃんとコネクションがあるちゃんとそういった外部の人とつながりを持って企業を誘致してこれるみたいな人たちっていうのは部署を残しておいた方がいいなと思いますし、まあ、そうじゃないジェネラリストの育て方っていうのがあるんでそこはなんか少しもしかしたら選択制みたいにしてみるっていうことも一つあるかなと思ってます。もっと言うと副業公務員の副業を解禁したりだとか公務員の官官連携官官副業みたいなことっていうのも今後どん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 できていくと。 自分の強みを生かかしてていいけるんじゃないかなと思ってますは高速道路を作りましたけどもうこの町では高速道路できることはあと50年はありませんけどちょっと隣の町行くと隣の県行くと今まさに道路を作ってます高速道路を作ろうとしてますっていうところではその自分の能力を生かせるはずなのでそこに自分の能力を生かすために移動させるっていうのはめちゃくちゃあれだなと思ってます、はい、ので移動問題って結構難しいなと思うんでここもあのいろんなことをトライしながらスモールドゥーをやりながらこの部署はまず 5年間は固定してみるとかここはまずどん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 流動してみるとかここは副業解禁して業務じゃなくて、えー、個人の時間として出島として活動できるようなスペースをしてみようとか、まあ、環境省とかさんがやってますけど20%ルールで20%は自分の好きな仕事していいよとか好きな。 部署の仕事していいよみたいなところとかプロジェクトチームを蘇生してそこのテーマに基づいて仕事ができるようにするとかそういったようなスモールドゥーっていうのを試してみ見ていける時期なのかなとは思ってますねはいはいえー、はい <coughs> 先に、えー、と人事評価が不明瞭です必要な業務が評価されない冷や飯を食わされるどう変更していけばいいかアドバイスをお願いいたします ぜひ後で連絡ください、一緒になって考えましょうというところです、まずはで、えーと。あります、でも、皆さん、大丈夫です、皆さん、公務員なんで、クビにならないんですよ、どんだけやらかしても、やり,やりきっても、冷や飯食わされても公務員なんでクビになりません、数年左遷させられるだけです、ので、自分自身がやりたいことっていうのは、もっともっと思い切ってやれちゃいます、クビにならないんで大丈夫です、だからこそ、出島を作っていくであったりだとか、企業のカウンターパートにはなれます。 そそのの部署だかからその仕事しかできないってことはありません岡崎市は岡崎市といえばとりあえず蛭田さんだよねみたいな形で一旦部署は違ったとしても僕に連絡来るみたいな形でですね一緒になってその企業自分の強みを生かせるってことはあると思うんで自分の評価であったりだとか自分の生きがいを職場だけに求めないたかだか 役所に評価されて一喜一憂しない生き方として公務員という生き方で町を良くしていくということを大事にしていただければなというふうに考えています、はいえーはい、担当が考えていることが仮に正しいとしても、えー、偉いさんの言っていることに反発するのは現実的に難しいと思いますと具体的にどれく聞ばいいでしょうかまた正した時っいることに出る国にはい、えー、っとのでここは大きいことをやろうとしているか,らかなと思っていますのでちっちゃくまずやりましょうというところと 実証実験っていう言葉をうまく使いましょうということと斜めの関係をうまく使いましょうということです自分自身の上司があれだったら斜めの熱量のある課長部長と一緒になってやるということも一つだかもしれません自分自身の市長があれだったならば例えば隣町でまずやってみてオセロと一緒なのでオセロと一緒なのでまずは周りから変えていってやっぱ黒じゃんみたいな形にやってみるっていうのも一つ手かなと思ってますはいまあここもですねあのいろんな、えっと、長くなっちゃうのでどのように乗り越えていけばいいかってあと ケースバイケースな部分もあるので、まあ、ポイントとしてはちっちゃく始めるというのと自分の上司以外の上司を使う斜めの関係を使うという部分と、えー、これは名前を出さない方がいい気がするのでとある大企業の方が言ってたんですけど目の前でめちゃくちゃ怒られる。目のの前でめちゃくちゃゃくその上司に怒られると周りが、 あ特に若手しか使えないんですけど今日グーとチョキの方が多かったのでまだ使えます、大丈夫です目の前の。目の前で、いろんな人の前でめちゃくちゃゃくに怒られると周りが同情しますであの上司何言ってんのなんかかわいそう、蛭田さんみたいな形になるのでそうするとその周りをもう説得できるのでその周りと一緒になって1人じゃと戦えないんですけど団結してその取り組みをしていくっていうのも1つ手で,です。で、大企業の人が言ってました、はい、そういう手もありますけどこういったあのことはですね 大企業でも起こり得てるんで、そこら辺のノウハウとかもですね、ぜひ共有できればなと思ってます。はい、えっと、弊社と連携するに、えっと、あ、一番最後、下だけ言うとこえっと、はい、あのうちとは別に契約は。 あの連携協定とかまあしていただけるんだったらありがとうございますなんですけど特に別に契約とかもしなくて大丈夫ですコストは特にかからないんでいつで,いつでも何でも連絡ください、はい、官民連携事業研究所って検索してメールでもいいですし蛭田浩一郎って検索してフェイスブックとかツイッターとかでダイレクトメールするメッセージを送っていただいても大丈夫です、はいえーはい、上司に前例のないような提案を新しいとするときにどのようにすれば説得してもらえるでしょうか、はい、ここはまあ一緒になって考えましょうということです上司のの属性もあるので その何にその上司が懸念を示しているかっていうところもあるのであれなんですけどそのタイプをちゃんと分けるみたいなイメージですね。はい、あの企業が怖いと思っているのかお金の面を気にしているのかあ上司の面を気にしているのかそれが今までの施策と反発してしまうのかっていうことに気にしているのか今実は裏で進めようとしている施策とバッティングしちゃうっていうことを気にしているかもしれないのでそこら辺の裏がどうなっているかっていうのをしっかりと考えた上で少しずつソリューション案が変わっていくって感じですね。 はい、部署間連携はですね、ちょっと待ってくださいね、はい、部署間連携は、僕、はい、も一緒です、助けてくださいとか、こういう町にしていきたいんでっていうことを言うっていうことだと僕は信じてます。はい、あの神戸市のつなぐか、今、つなぐラボかな、つなぐラボがあのうまいこと、この辺りやってますよね、横軸を作るっていうところなんであの、神戸市のつなぐラボのやり方っていうのがめちゃくちゃいいなって思ってます。はい、っていう中で、ですねあと3分なので、ぜひですね、 あのコミュニケーション取りたいってい方はですねあれなんですけど、あのせっかくなんでもう一回また QR コード読んでください。また違うやつなんですがメンチメーターってやつをやります。はい。印象に残ったこととかですね今の気持ちとかではですね複数ぜひ回答してみてください。その間に漏らしてたやつがあったら回答しますけど、はい。あの何個でも投稿できるようになっているはずです。はい。 1>, 1, 個で1個で書いて鮮度だったかな提案提投稿だったかな押しても大丈夫です。何回投稿していただいても大丈夫です。長い文章で書いちゃうとちょっとあれなんで短文がいいと思います。短めのキーワードとかでも大丈夫です。はい大体いい全部答えれたかなと思いますけどはいぜひですね、こういったあと2分ありますね、大丈夫です。はい、はいいそうですね はい、全部答えられている気がします。はいうことで、蛭、はいまあ、田浩一郎で検索していただくといろいろとインタビュー記事とか、なんでやめたんだっけっていうのが出てるか、まだ出てないですね、はい、とかもあるんで、ぜひやってみてくださいっていうのと、はいえーはい、そんな中で、ですね、はい、皆さん、書けましたか、いいですか、集まってきてますかね、ここ、いつもドキドキするんですよね、集まってるかなと思いながら。 はいじゃあいきますよはいそうするとですねはいこれかなはいはいあか投稿してくれました投稿してくれてると出るああいいですねはいこんな感じでですねあの感想がそのまでパッと出ますあの助けを求めていいとかですね公務員イコーデエンジニアとかですね官民連携の重要さを気づきましたとかもっとお話聞きたいとかですね参加型セミナーを参考にしたいとか熱量の実感みたいとか独自ごじゅうだだだだ,だ,だ、えー はい、民間とともに創造するとかですね、はい、アルキテクスとかですねこういったようなことが皆さん今日60分でいけましたですのでぜひここをですねいい話聞いたなってだけじゃなくてさっきのスライドであったりこれメンチメーターってやつなんですけどねメンチメーターってやつですね、はい、右左上かな左上に書いてありますねそこをですねぜひ活用してみてくださいはいこんな感じでいいみんなでこういうことを学びましたっていう感想がシェアされたかなと思ってるします はい、ですので、はい、ぜひですね、あのあここ、最後、宣伝ですあの、ポコラボっていうのもあるんでね、あのぜひ、ここ登録、検索して登録してくださいっていうのと、最後です、10年後、こんな街にしたいっていうのをぜひぜひ一緒になって作っていきましょう、そのために社会課題を解決していきたい自治体の方、まあ、皆さんだと思います、ここにいる50人の皆さんだと思いますとか、まあ、企業の方も聞いてくださってるかなと思うんですけども、 単なる自治体を営業先ではなくて、ソーシャルリターンを得るような先として考えている企業の方、競争していきたい企業の方、そこはですね、官民連携を通した社会課題解決にぜひともに取り組んで、よき前例を作っていきましょう。さあ競争だっていうところで、ですねぜひあのご連絡お待ちしてますし、一緒になって社会課題解決、取り組んでいければなと思います。1時間お付き合いいただきまして、皆さんと一緒になって、素敵な場を作れたと思います。ただここが1歩目ですアクションにつなげていきましょう はい、そんなわけで官民連携事業研究所、昼田光一郎でした。ありがとうございました。